皆様こんにちはフルートミジカル創造者の斉藤舞香ですえ今日は京都のね東山で練習がありましたので、えー、こちらのね川の流れるほとりを歩いて練習会場まで向かっておりました。まあ京都もね多国籍化してきましていろんな形のねこのホットスポットを がございまして、まあ、皆さん写真を撮ったりとかされて、あの自由にね過ごされてたんですけど、浴衣を着ている方がたくさんいらして、多分このお店なのかなと思うんですけど、このお店の前でもたくさんの方がお写真を撮られてました。えー、誰もいなくなった瞬間に急いで写真だけ撮らせていただきましたけど、えー、トトロさんとかもいますね。可愛いなと思いながら。 でこちらのね浴衣もこうやって見るとやっぱり外国の方が好むような感じの浴衣の柄だったり色だったりこののれんのね、はいあのーまあ、色合いもね、あのー、なんだろう外国の方が見る日本って感じがするなと思って見ておりました。 はいそんなあけれで,でしてね今日はねあのさっき帰ってきたんですけどもやっぱり週末ねクタクタに疲れてしまったので今夜は早々に切り上げて寝て明日に備えたいと思います。それでは皆様またね。